どんどん見ていきましょう。はーい。あ、お、なにこれ。先輩、先輩の罪が暴かれてますよ。なに先輩、これ The Japanese IT is not very useful。 ゾウモツアルベンチ。Well, I shall say guts。 あんこビーンペースト、ね、この2つ、あんこはいいだろうか。この2つ並べるべきですか先輩。確かにそうだけど、なんでこうなったんだっけ、わかんないな。海外に来に何を教えてるんですかこの日本語。コラボどうかと思ったんですけど。え、待って、ココちゃん、これさ聞きたいんだけどさ、はい、あんことゾウモツ、これで合ってる？あ、ゾウモツっていう感じになるとオーガンズっていうよりも、うん、ガッツ、ガッツの方が合ってますね。あ、ガッツなんだって。そうなんです。ゾウモツってなんか間違えちゃった。なんていうか、臓器って感じですね。オーガンって言うと。あー、ソーリーガッツ、ガッツ。ソーリーガッツ。ガッツ。ね、視聴者が全員ゾウモツ化になりされましたけど。先輩が、先輩がこうやってよくわかんない日本語を教えるせいで。うん、どうなっちゃったの先輩。私がなんか変なミーム作られてるじゃないですか。何これ、何これ、どうしたのここちゃん。こう海外レディット民が。ごめんな、ソーリー、マイ指スリップドゥリングサージュリー、こぼしてしまった、マイアンコ、アロブヨーゾウモツ。あ、アンコをゾウモツにこぼしたの。クソみたいな日本語を使い、ちょっとごめんな、ソーリー、私の指が滑って、あなたの手術中に私こぼしてしまった、アンコ、あんたのゾウモツにとか、もう、めちゃくちゃだよ。もう日本語も英語もめちゃくちゃですよ、先輩。握手じゃねえよ、何ですかこれ。あ、すごい、でもなんかあれだね、エモい感じだね、これね。エモくないですよ。ピキピキピーマンドラゴンって何ですかこれ。ピキピキピーマンドラゴン。もう変な日本語を教えると海外人が使っちゃうんですよ。え、ココちゃん、あんこ好き？あんこ大好きです。あ、じゃあいいじゃん。好きなんでしょ。あんこ嫌いだったらちょっとさ、あ、なるほど、あれだけどね。いや、好きなものだったらね。そうですね。うん、はい。 NEXT ME NEXT ME